おはようございます。先日 D 社のベイトリールで175メーター飛ぶという話を動画で見たんですが、もし175メーター先で、え、魚がルアーに食いついたら、あたりはわかるもんなんでしょうかあたりがわからないので、そんなに飛ばす意味はないと。なん、何メーター飛んだっていう、ね、糸が出たっていうだけだから。何メーター飛んだんじゃないうんね。こう、飛ぶじゃん。 こここのじゃないんですこう飛ぶじゃん。この距離じゃない。あの1 0 0ーあの俺がドームで投げた100 99. 何ーってあるでしょねえあえてドームの高さが3 5ー以上ないと1 0 0ーって飛ばせないんですよ。 だから普通ドームが低いとこと 30m ーーぐらいのドームだとフワンって振った時ってフーってカーンって当たって落っこてくるんだよだから強制ラドームみたいな広いところ使ったの普通のドームで使ってると大体天井当たっちゃうんですよ 80m ーーぐらい飛ばすんだったら天井当たんない100飛ばそうとすると天井当たっちゃうんですよでしかもドームってこうなってるんでしょこうこう下がるじゃんここじゃん ここに目がけて、こう行くんだけど、こうなるだよ。だから、この時って、これだけ糸が出てることね、これ。この糸じゃないから。100メーターってことは、130メーターぐらい糸出てる。ね。えー、っていうことです。ね。まあ、メタルジグでも投げりゃ、ね、150メーターぐらいは軽くいっちゃうから。はい。えー、王様、ここに台場の i ゼット飛距離170メーターで、話題日が、 えー、もしだって別にショートロットで俺たちは投げてんだよ。ねイ台なって昔からねよくやるのが投げ竿で投げんだよ。ね投げ竿で投げて何メーター飛びましたってやるのよ。前もそうだったんだけど一番最初のやつなんだったっけななんかのテストの時には島ノの投げ竿を使ってましたよ。4054メーターの。 それで何万回転回りましたっていうことをやってました <laughs> 別に何号の重荷に使って何やってもいいんだったら何メーターでも飛びますよそんなもう。で全盛期にアンタレス DCMD に PE2 を、えー、17543、えー、で 100g 前後のメタルジングをエンターしたら 200m 飛ばすんだったらいいあのもうあのだから同じことやればいいんだよ4メーターの投げ座を持ってきてブローンって投げればいいんだよ。 ね。はい。えー、はじめさん教えてください。サウの長さと飛距離ってどの関係ありますかえー、1ピート長ければ飛距離、あのー、基本的には同じスピードでブンって振れることができるんであれば、基本的には長いものの方が飛びます。ただ、普通は短いやつはブンって振るんですが長いやつはブンってこうなるんですよ。振り切れてるのか、振り切れてないのかというのが問題です。ね。で、ですから遠投の競技会などではですね、 振り切れる長さ。その人の体力によって違うということですね。えー、体格、体力ですね。そういったものに関して。えー、例えば投げ釣りで何メーターまで使ってもいいよっていうふうな、あの、規約なのに、5メーターとか6メーター使う人いないんですよ。ほとんど全員4メーターの差なんです。4メーターの差。ね、4.5メーター使う人もいない。4メーターなんですよ。なんでっていう、だから人間様がこう振り切れる、え、長さがそのくらいだということですね。 シングルハンドル片手投げという世界大会なんかあるんですがこれ世界大会で使われる、えー、竿の長さはわずか5フィートなんですよ要するに片手で6フィートの竿を完全に振り切れるってやつはいねえだろっていうことでみんな5フィート、えー、からまあ5フィート5インチぐらいまで、えー、の、まあ、ショートロットなんです。 それで振ることによって要は世界記録とか出ちゃうショートロット5.2と1702の飛距離どのくらいになりますかシングルハンドルでまともに投げようとしたらですね基本的にはシングルの方が普通は飛びますねダブルハンドルよりもですねシングルの方が飛ぶなんでってシングルってここからここまで振れん、ね、ダブルってこう振るのよだから あフル、まあ、まあスピードはねダブルハンの方がこうスピードが出るんですけどダブあのシングルハンはねその遠心力使ってこう投げるんでだから遠、ね、投の,の競技会ですとあのシングルハンドルってめちゃくちゃ飛んじゃうんですよ。ね えー、スコーピオンセブンイレブン3、D、と1 7 0 4どちらが14ス回転になれますか ?14 巣 1, 1 0 4短い方が投げやすいと思いますよ遠投というところだけでいくと同じあの同じ振り方をすれば長いロングロットの方が飛ぶんですが飛ぶんですが大体長いと振り切れないっていうところが出てきますからただ14スのヘビキャロというところでいったら、えー、セブン 7−113 番の方が飛びますね 21053をサーフで使っていますが、単ぶ10フィートクラスのロットと比べて、グリップが長く、うまくキャストできません。長いグリップをロット、21053っていうのは円筒グリップですから、短いグリップっていうのは2953になるんですね。21053っていうのは単純,単純に比べて投げるっていう。で、長く、投げる、うまく投げることができないって、逆におかしくない よほど変な投げ方してるとしか言いようがないよ。グリップは長ければ長いほど、えー、投げやすくなるんです。短ければ短いほど、横らしを投げって言ってね、こう投げるの、こうやって。ね、短い人って、ウィッてこうなるんだも,もう僕らが一番やっちゃダメよっていう投げ方ですね。基本的には、ここから左,左のグリップエンドがクッて入てここからクッて入る。ここからクッて。これが短いと、フィッてこうなるね。ここからクッて入るね。 そんな感じに使ってちょうだいえどうしてダバーのベイトリールには20本と100メーターを負けるビッグベイト用のベイトリールがほとんどないんでしょうか龍河タトゥーラ、えーエジリオン、えー、ステスーズの一部のマイナーチェンジモデルしか、えー、ビッグベイトを想定したモデルがありません一方、えー、シモノはスコーピオンアンタレスカルカッタクラドバンタムともにビッグベイトを対応していやえー、っとねえー、ちなみにシモノも少ないんですよ やっぱりねビッグラベイトは20ポンド 100m ーー、えー、まあこれが最低ラインだからあのー、まあちょっとしか投げねえからっていうことでね,ねえ、えー、16ポンド100ってことは20ポンド 80m ーーぐらいでしょ。 ねえ、80メーターも投げねえもんって言われちゃうと、そんなもん、そんな、そこまでなんだけどね。はい。台湾のベイトリードどう思いますかなんとも思わないです、僕、えー。頑張ってくださいっていうしか言いようがないですね。えー、台湾さんがいいものを作ってくるとね、島野もしょうがないな、もう少し上で作ってやるかっていうね、えー、世界になりますけども。このまんまだと島野あぐらかいちゃいますからね。<laughs> ダメですよ。まあ、ライバルナッシングっていう感じでございますね。 ライバーのデザインが年々暇のと同じようになってきてると思うんですが、まあ、それはしょうがいたし方ない。いかに俺たちがやってるやつが売れてるかというところに来ますからね。はい。皆さん的にはシーズはどう思どう見えましたかあ、似たようなやつだね。<laughs> さあ、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方はですね、村はじめのオンラインサロン、YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。村はじちょっと楽しみたいな。よかったぜひご入会をよろしく。